これは炭酸乾電池を使って作った面白い動きをするコトンコトンおもちゃです。型紙はコメント欄からダウンロードできます。型紙を切ったものと炭酸乾電池を3本用意します。3本を大きい方の型紙で包んでセロテープで留めます。一旦乾電池を抜き出して内側もしっかりセロテープで留めましょう。もう一度乾電池を入れます。今度は細長い紙にセロテープをつけて横を蓋してしまいます。反対側も蓋をします。完全に蓋をする前に抜き取ります。乾電池の先にセロテープでこんな風に持ち手をつけておくと簡単に抜き取ることができます。1本だけ残したらセロテープで蓋をします。ハサミで丸くなっているところ余分なところを切り落とします。これで不思議な動きをするコトンコトンおもちゃの出来上がりです。どうしてこんな動きをするのでしょうか。透明なシートで作ってみました。中では乾電池1本が自由に動いています。乾電池が端まで行くとくるっと、箱が回って面白い動きに見えるわけです。これはマスキングテープで飾りをつけてみました。たくさん作って遊ぶと面白いですね。絵を描いたり色紙を貼ったりすることもできます。